メインフロントビューボリューム34レイドの手のひら、新宿タイニーアリスにて、3月26から29日、上演いたします。この作品はですね、僕の体験をもとに、20年以上、祖国と呼ばれる場所、祖国と習った場所に、再び訪れた青年の話でございます。まあ、向こうの、ね、世界を舞台にした作品があまりないと思いますけども、まあ、僕の体験した事実もまた一つの事実として、ご覧いただけたらなと思います。メイズフロントビューボリューム34レイドの手のひら3月26から29新宿タイニーアリス、皆さん見に来てください。よろしくお願いします。キャプテンさんはですね、メイではもう数作品おなじみの上田博之さん、かっこイズムさんと、そして野谷佳菜子さん、そしてですね、今回新たにあのキャプテンで参加していただきました水谷由紀さんでーす。もう舞台はずっと見てたのに長年今回ご一緒するのは初めてですね。このキャプテンさん、また大阪公演も出演していただきますので、よろしくお願いします。お願いします。たくさん撮られました。写真撮ってばっかりいらっしゃるから実物を見る間もないほどに。祖国の景色を淡路になるべく見せてあげたって。ここに来るたびに次を約束した親戚たちはみんな死んでいったから、一回一回を大事にしたって。昔はフィルムも高かったけど、今はいくらでも取れますから。変わった景色に青字は喜ばれるかしら。変わらない景色も多いから喜ぶかな。まあ、でも安心はすると思います。良い再会になられますことを祈ってます。良い再会になりますよ。当然です。私たちはそのために働いてるんですから。こうしておる存じ、孫馬さんが戻られましたら再会の話をたくさん聞きましょう。孫馬さん戻られたら美味しいビールを飲みましょう。喘息も気をつけて。我が国は今年は異例の暖かさだ。孫人もさほど気温は下がっていないらしいが、体調には気をつけて。
それはもう、昨日は仕事の時間でしたから空いてましたけど、休みの日には朝から晩まで賑わってますよ。でも、ここの生活基準からしたら高いんでしょうね、年間は。そうですね、かなり。私も好きでよく行くんですけど、初めてあのお店のカプチーノを一口飲んだ時、お金は正直なんだと思いました。フィンランドの方針を積極的に取り入れられました。できないことを罰するのではなく、できないことともになぜできないのかをゆっくり考えていこうという。子供を尊重するということです。ただ食事上が身長にも影響しているのは確かです。みんな思ってます。思ってても食べるのは現実的にそれしかない。それしかないなら思っても仕方ない。不運なことに周りをいろんな脅威に囲まれてるなら、強気で出る抑止力が必要だから、停電を解消するエネルギーだって必要なんだし。我が国が送った支援金は届いたのかしら。日本ではその件は報道されませんでした。困ったことや聞きたいこと、話したいことがあれば何でもおっしゃってください。上三人の悪口以外なら何でも。思ったこと、この国でも時代はしっかりと動いてますよ。情報というのは統制の縫い目を目ざとく見つけて入ってくるんです。どんな国も情報は止めれないんですよ。周りの何百の国を見てみなさい。社会主義というのを使ってるのは我が国だけですよ。子供たちが疑問を感じるのも無理はない。時代は動いてるということを、そのことを忘れずに、いい再会になることを祈ってますよ。おぼりの痛みが少しでも癒されますこと。私があなたたちに尽くすのは国家からの指示です。そういうお気遣いはなさらないでください。あんたが210か何かにうち209にかけたかったんや。ほなな、写真いっぱい撮ってんの。うん、戻ったら見せてな。うん、朝手からチョンジンやろ。うん、そんなに朝早くやないんだな。昼の飛行機でチョンジン。昔は寝台列車やったのにな。うん、なんか線路がガタガタで汚染もされてないから全面的に列車は使われへんねんて。そんなんで人間運べんの。なんか変わったことはない？24年前、船橋は肝硬変の末期で骨と皮だけになって、死を痛みと苦しみのカーテンコールで迎えようとしていた。ションジンに向かった孫子は阿弥陀に懇願した。お金はいくらでも出す。だから大事な兄さんを平壌に運んで首都の治療を受けさせてくれ。アンニウォンは国家からの許可が下りないと冬を横に降り続け、死を目前にした父を前に涙を流すおいっ子の人たちに父はどうなった。お前たちの父親が苦しんでいるのに国民の願いも聞き入れてくれないんだぞ。お前たち言いたいことは全て言え。その言葉を聞いて家族たちは、アンニモンの前にただただガタガタと震えてた。父親の死を目前にして、ただガタガタ震えてた。我が国の平和維持のためですよ。祖国統一のためです。